近くにいるはずだ。探せ。一人で始末しちゃうつもりだったのに。はじめくんって仕事早いよね。俺は務めを果たすべく動いたまでだ。ふん。でもこいつらがこの子を殺しちゃうまで見てれば、僕たちの手間も省けたのかな。その判断は俺たちが下すべきものではない。運のない奴だ。いいか、逃げるなよ。背を向ければ斬る。この番組は NBC ユニバーサルエンターテインメントの提供でお送りします。平助、目が覚めたみてえだぞ。ああ、土方さんたちを呼んできてくれ。ああ、わかった。騒ぐなよ。騒がねえと約束できるか。すまないね、こんな扱いで。お前、一体何者だ。お前の荷物は調べさせてもらった。行動さんとは一体どんな関係だ。父をご存知なのですか。何、まさかあなた行動さんの娘なのですか。はい。行動さんはどこにいる。父とは半年以上も連絡が取れないままです。それで父を探して江戸から都に。そうしたら浪人に絡まれて。嘘をついてるようには見えねえが、どうするんだ、近藤さん。どうすると言ってもな、近藤さんの身内なら存在に扱うこともできんだろう。近藤さん、ちょっと。こいつの処分は明日に持ち越すことにした。平助、逃げねえように見張ってろ。え、ああ、わかった。なんだ、切っちゃうんじゃないんですか。掃除、物騒なこと言ってんじゃねえよ。土方さん、こいつの名は
解いてやってもいいかな。逃げようなんて考えんじゃねえぞ。逃げたら切る。よく覚えておけ。ちょっと待ってろよ。ってなんだこれ。掃除のやつきつく縛りすぎた。あの、ここはどこなんでしょう。ああ、新選組の豚所。新選組？あの、皆さんと父とはどういう？あのさ、今日はもう遅いし、話はこれまでにしようぜ。布団は押し入れにあるから自分で敷いてくれ。じゃあ外にいるから。そうだ、俺東堂平助、平助って呼んでいいぜ。縄を解いてもらってありがとうございました。私雪村千鶴です。そうか、千鶴か。何してるの？はあ？三男さん、どうだ？本人のようですね。筆跡はほぼ同じだと思います。その手紙は？昨年の夏、高堂さんの診療所で火事がありました。それ以来、彼の行方は分からなくなっています。そんな遺体は見つかってねえが、何らかの事件に巻き込まれた可能性がある。焼け跡から拾っておいたものです。もしかしたら見覚えのあるものがあるかね。父が江戸を立つ際に私が渡したお守りです。そうか。よかったら、それは君が持っているといい。父は無事なんでしょうか？生きている可能性は十分にあります。蘭方医は利用価値が高いですから。君の方こそ、何か心当たりは？そうですか。では、もしよろしければ、ここで私たちと共に高堂さんを探してみてはどうですか？ここで父を？そうじゃねえだろう、三男さん。昨日のことを見ちまった以上、協力させるか殺すか、こいつに選択の余地はねえ。おいおい、物騒なことを言うな。俺たちと高堂さんは、同じ幕命を受けた仲間同士なんだ。父上の身を案じる気持ちは、我々も同じだ。君にその気があるのなら、父上を見つけるために、共に全力を尽くそう。わかりました。よろしくお願いします。うん。君のことは、新選組が責任を持って預かろう。よかったな、千鶴。一時はどうなるかと思ったが、女の子を切らずに済むのは何よりだな。まったくだぜ。俺は長倉新八、これからよろしくな、千鶴ちゃん。はい、こちらこそよろしくお願いします。ふん、副長、その者の体内での扱いはどのように？誰かの故障ってことにしとけばいいだろう。近藤さんとか三男さんとか。やだな、土方さん。そういうのは言い出しっぺが責任取らなくちゃ。はあ？うん、都市のそばなら安心だ。え、なるほど。土方君、彼女のことをお願いしますね。はあ、ちょっと待て。まあ一番妥当だな。じゃあ、あとはよろしく。
千鶴。原田さん。すまねえが、今日の巡察は難しくなっちまった。何かあったんですか？ちょっとな。何も聞かねえで、部屋に戻っててくれ。いいな。はい。島田、まだ会津藩と諸次第からの返事は来ねえのか？はい。都市、我々だけで出よう。もし遅れを取れば、不定浪士どもを逃がした上に、都が火に包まれるかもしれん。わかった。だが出る以上、俺たちの手で捕獲する。ああ、もちろんだ。隊を二手に分けよう。池田屋方面は俺が。四国屋方面は、都市、お前に頼む。わかった。新選組、出陣いたす。おお。裏に回れ。そこをなんとかなりまへんか。そな言われてもな。今日は貸し切りなんですわ。そうですか。ほな、他を渡りますわ。すまへんな。お、おいでやす。皆さん、中でお待ちですわ。今、新選組は都に火をつけ、混乱に陥らせようとしている不定浪士たちを総力を挙げて探しています。三段総長。山崎君ですか？どうしました？不定浪士の会合場所は四条池田屋に間違いないと思われます。何ですって？近藤局長より会津藩からの連絡はまだかと。残念ですが、まだ。そうですか。どうしました？実は数日前から雪村光道氏に似た男の姿が池田屋で目撃されていたという情報が。それは確かなのですか？いえ、まだ裏は取れていません。こんな時に。とにかく今は土方隊にこのことを至急伝えてください。わかりました。一国を争うこんな時に伝令を任せられる人ですら足りない。私が怪我さえしていなければ。あの、私が言ってはいけませんか？父上のことが気になりますか？はい。いいでしょう。近藤局長に土方隊の合流を待つよう伝えてください。わかりました。山崎君遅いな。確かに。近藤さん、どうします？これで逃がしちゃったら無様ですよ。やむを得ん。我々だけで踏み込むぞ。そうかなくっちゃ。会津中将をお預かり、新選組。幕府の手入れ兵だな。宣言のため、だと。サドライを改める。御用を改めてや。手向かえば容赦なく切り捨てる。宮部先生、逃げてください。お先にグリッ、待てよ。すみません。なんだ貴様。近藤さん。木村君、何しに来た？三段さんからの伝令です。会津藩からの連絡はまだなく、突入は土方隊の合流を待ってほしいと。伝令ご苦労だが、今さら後へは引けん。一択。雪村君、彼の手当てを頼めるか？はい。バカが。
じゃあな、俺は先に行くから、あと勝手にやりな。始まっちまったな。サイトは正面から。原田は裏を頼む。分かった。誰一人逃がすな。手向かう奴は全て消え。よせ。我々には戦う理由がない。君たちが引くというのでしたら、むやみに命を奪うつもりはありません。はあ？こっちは長州の奴らを見逃すわけにはいかないんだよ。私は長州に首するものではありません。じゃあどこの誰かは後でゆっくり聞いてやるぜ。どっか、してやりゃいいじゃねえか。遊び相手が欲しいんなら遊んでやるぜ。遊んでくれるのは結構だな。お前だけ飛び道具を使うのは卑怯だな。卑怯？そっちこそ長物持ってんじゃねえか。そうだったな。てめえは骨がありそうだな。にしても正面から来るわ普通。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。そうかもな。やるじゃねえか。俺は知らぬ卑怯だ。お前の名乗り聞いてやるよ。新選組十番組組長新田佐之助。人間にしちゃ面白かったぜ、お前。その程度の腕で俺に刃を向けるか。悪いけど、僕たちの敵には死んでもらわなくちゃ。しつこいぞ、人間不正が。やめておきなさい、安藤無用。何者だ。我が同胞か。なぜ人間の味方をする。自覚がないのか。なら雪村掃除。貴様何者だ。己は名乗らずに人に尋ねるのか。新選組副長土方歳三。風間千景だ。そいつはしばらく貴様らに預けておく。大事にしておく。何？